前回のあらすじ。あらすじ要素どこにあるんだよ。脇肉踊る戦いを求め地下のデスゲーム会場へ向かったマリサ。そこでは何が起こっても自己責任。文字通り命を懸けたやり取りが行われているのであった。そしてその死闘の末、マリサは天へと旅立ってしまったのである。今回はそんなマリサが蘇り再度リベンジを行う後編となります。ルール説明は前編を見てね。なかなか楽しませてくれるじゃねえか。あんた一回死んでるのよ。全力出すためにもう薬飲もうかな。明らかにヤバいやつ。運転能力損なうとか書いてあるけど、ちょっと頭痛するからアセトアミノフェンが欲しいだけだぜ。アセチルサリチル酸でもいいよ。やたら頭痛薬に詳しいのなんなんだよ。このお薬を決め込むとハードモードに移行します。決まりまくってよりハードな戦いができるというわけだな。ってことで邪魔するぜ。面積同意書は全く同じなのね。ハードモードって言ってもゲーム内容がちょっと変わるだけで物語は変わらないからね。ってことでデフォコ2号でやっていきます。あれ、いきなりアイテムもらえるの？ハードモードは開幕からアイテムフル稼働となっております。アイテムあるのに体力が2しかない。ってことで第1ラウンド開幕だな。数的に自分に打ちたくなるところだが、この体力だと一発の自滅でもかなり痛いからな、というわけで虫眼鏡で覗きます。うわ、ちゃんと実報だったわね。そんじゃ遠慮なく行かせてもらいましょう。ま、残りは空砲しか入ってないんで。ってことで全弾打ち切ってアイテム補充タイム。あれ？なんか黒い消しゴムみたいなの出てきた。じゃあ早速その消しゴムとか言われてたの使いますか。あ、これガラケーだったの。はいはい、なるほどね。ってな感じで何発目に相談されている弾がどっちなのかがわかる。わざわざ壊さなくていいだろ。4発目が実砲ということは、初弾は実砲の確率は低い。ここはアイテム使わずに自分に撃つのが正解だ。ってことで自分に撃って空砲を。確率はあくまで確率ですから。あんな価値観ムーブしといて。ちょっとこれ非常にまずいんだが。あ、それ空砲ですよ。知らないんだから黙ってなさいよ。あ、相手も携帯使ってきたわね。これで教えてもらえるのって決まってるんだろうか。あ、アドレナリン撃ってきた。それってどういう効果？アイテムパクられたけど、そりゃアドレナリン売ってますから、説明になってないんだけど、通貨虫眼鏡で見てたのにビールで弾抜くってアホかこいつ、所詮はやはりおバカな NPC っていうだけですか、この調子ならあの実弾も自分に向かってぶち込むんじゃない。っていう夢を見たんだ。なんだ夢だったのか、また生き返ってきたので最初からやっていきますよ。今度はなんかマッチの箱みたいなアイテムが出てきたわね。今更だがこのハードモードでは新種の道具が3種類追加される。さっき使った携帯電話の他に2種類追加されてるので、より戦術が大切になってくるぞ。そしてこれが期限切れの薬ですね。50% で2回復して 50% で1ダメージ受ける。期待値が 0.5 なので正直タバコの方が安定して使いやすいぜ。相変わらず自ら受け取って装着するの謎すぎるわ。さて、ここは結構悩みどころ。空砲の数の方が多いけど、前世の記憶が正しければそれで勝負して負けたと言っている。手錠もかけてるから相手の方に向かって撃ってみますか。あら、空砲だったわね。これで実砲と空砲が半々になったな。虫眼鏡使うべきか結構悩むけど、ここは相手に撃っちゃいましょうか。お見事、実砲で相手に1ダメージね。ダメージ与えたこともそうなんだけど、実砲を減らして相手に手番が渡せたのはかなりでかいな。で、今度は私がお縄ですか。お縄についたマリサって一定の需要ありそうよね。何の話？あ、くそこいつアドレナリンまで打ちやがった。これ覗かれるのかなり痛いな。あ、はい、なるほど。実砲の数は残り1発。マリサは動けないから見守るしかないわね。
通に確率計算して動いてるな。確率はあくまで確率ですから、今日の格言にしようとしてる？残り空砲確定なんで怖いもんもないですわ。ってことで打ち切ったんでアイテム補充タイムですね。おっとなかなかいい品揃え。弾数少な、これはめっちゃありがてえ。完全に勝ち確ムーブいけますわ。もうここまで見てる皆さんならどういう動きで勝ち確かわかるかな。空砲が入ってたわね。もう迷うまでもありません。これたまに実砲にすり替わってるとか、それじゃねえか。したらば実砲確定なので、ノコギリでガンガン行っていきましょう。ちょっと過激なスプラプーンですね。きっとケチャップ派なのね。第1ラウンド突破して第2ラウンド行きましょう。アイテムは一旦全部リセットされて持ち込みはできないぜ。うわ、何回かつい機械出てきた。こいつこそハードモードの醍醐味と言っても過言じゃないかもな。さてと、相変わらず期限切れの薬は邪魔くさいな。アドレナリンが支給されたけど、今相手のアイテム使ってもちょっと微妙よね。相手の、アイテム。インフン出る場合か、ちょっとどうするか悩むところだけど。一旦お縄につけておきますか。このディーラーのお縄も一定の需要が、趣味が高レベルすぎる。で、せっかくなんでインバータも使っときますか。結局これってどういう効果なの？直近に装填されてる空砲と実砲の性能を入れ替えるんだぜ。ま、撃ってみればわかるさ。インバータ使って実砲が出たので、直近で装填されてたのは空砲だったというわけですね。ちなみにこれで消費されるのは元の弾丸なので、撃ったのは空砲だけどダメージは与えたっていうイメージかな。ダメージの、イメージ。インフン出る場合か。ちょっとアドレナリンもらいますよ。あー。怖い怖い怖い。と何奪うか決めてなかったわ。決まったのお前だけじゃねえか。相手に使われると面倒だからコンバータ使っちゃいましょうかね。おっと、もともと入ってたの実砲か。これ性質がむちゃくちゃになるから何が残ってるのかほんと忘れそうだわ。せっかく削ったのに一服されちゃった。あれ、ビール行くんですね。抜けたのはまさかの実砲。自滅しろ。やべえ、頼む。確率半々よ。いやこれ相手やってるって、もう一回自分に撃ってみませんか？くっそマジでこいつやりやがった。まあ一応全部打ち切ってるからアイテム補充してもう一回よ。何回組み合わせ来ないかな？あ。おや？さすがにアイテムが強すぎた。あれこれ考えてたのが何だったのか謎なぐらい一瞬で蹴りがついた。さあいよいよ最終ラウンド。前回はここで点に送られたので今度こそ勝ちに行きたいところ。いや相手だわつっよ。最終戦も体力は2しかないのね。どっちも確率半々だから自分に撃つのはちょっと嫌だな。かといってビールで一発抜いたのが空砲だったらそれもそれで嫌だし。ここは一発アドレナリン決めとくか。あー、だからそれ怖いんだって。虫眼鏡と悩むところあるんだけど、ここは手錠にしておきますかね。判断力はちゃんとあるんだな。で、結局半々であることには変わらんので撃っちゃいます。実砲だったら美味しいなっていうぐらい。
見事実砲を引きましたね。残り1発の実砲を当てられればマリサの勝ちよ。いや、ここはそのままは撃たない。空砲の数の方が多いんだ。インバータ使えば空砲が実砲に変わるはずだ。さあ、覚悟しろ、ディーラー。確率はあくまで確率。回数こなせば必ずどこかで収束するもんさ。え、なにこれダブルアップ？今日のところはこの辺でやめといてやるぜ。うわわわわ。え、なんか出てきた。とんでもない大金。この大金をかけた勝負をずっとやってたというわけだな。はい、というわけで前回のリベンジにハードモードで成功しましたね。このゲーム、近々対人戦機能が追加されるとのことで、今かなりホットなので動画にさせてもらいました。話は変わるんですが、なんでこのゲームは怖くないんだ？みたいなコメントがたくさん来たのですが、私にもよくわかってません。なんか大丈夫でした。驚かされたりすることが本質じゃないからなのかなとか考えたりもしましたが、そういうこと言うとまたホラゲやレコメントが溢れて鬱になるので、深く考えるのをやめました。Steam でかなり安く買えるので皆さんもぜひってとこで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。